青木由美と佐々木千秋の愛され召し上がれ。皆様、風邪などひいていらっしゃいませんか？婚活料理カウンセラーの青木由美です。皆さんこんばんは、女優の佐々木千秋です。さて、始まりました愛され召し上がれ。この番組は、婚活は料理、レシピ作りとカウンセリングからをコンセプトに、婚活料理カウンセラーの青木由美さんがラジオを聴きの皆さんに、分かりやすい婚活の方法、お料理のレシピ、最新便利調理器具情報など、料理と婚活などアラサー女子目線のトレンド情報満載な番組です。ではまずは、今注目の料理カウンセラー青木由美さんの略歴をご紹介させていただきます。青木由美さんは千葉県のご出身で、料理はコミュニケーションという考えのもと、料理の作り方だけを教えるのではなく、料理を作る時間管理術、冷蔵庫の中身で料理を作れるようになる調理理論を指導され、全く新しいスタイルの婚活方法を提案する愛され飯を確立されました。食を通じて女性の心、時間、経済の豊かさを得られ、安心して子育てができる日本の未来のために、この番組をはじめ、婚活料理教室、各種セミナー、取材、執筆などですね、精力的に活動されていらっしゃいます。そして最近ではドラマや映画などでアドバイザー、そしてフードコーディネーターとしてもご活躍中です。素敵な紹介ありがとうございますとんでもないです。そしてですね、今お話しさせていただいております、私佐々木千秋と申します。最近のトピックスといたしましては、昨年末青木さんにもフードコーディネーターとして、ね、ご協力をいただきました。私佐々木千秋が主演を務めさせていただきました映画ラストソングはの撮影がようやくクランクアップしまして、あとは完成を待つばかりです。またですね、公開など決まりましたら、この番組でもご報告させていただきたいなと思っております。楽しみですね。はい。そしてですね、その他にも映画とかドラマ、CM などにも出演させていただいておりますのと、ここ市川うらら FM さんでは、言霊アラカルトファントレタイムという番組でもレギュラーパーソナリティを務めさせていただいております。こんな2人で今回も楽しく、婚活や料理などについてためになる情報をお伝えしてまいります。それでは今回最初のコーナーは、冷蔵庫の残り物三段活用のコーナー。このコーナーは、冷蔵庫に残っている食材をもとに、誰でも簡単に作れる追加の一品についての簡単なレシピを紹介していくコーナーです。そして残り物三段活用ということで、一つの食材に対して3つの簡単な料理レシピをご紹介させていただきます。それでは由美先生、今回の食材は何でしょうか？今回はですね、はい、カブを使った3つのレシピをご紹介していきたいと思います。カブ、そうなんです。カブって一年中収穫できるんですけど、はい、3月から、ね、5月までの間はですね、柔らかい食感を楽しめる時期なんですね。そうなんですか？食感が違うんですよ。はで、特に、ね、この柔らかい時期というのはですね、はい、小さめのカブって、皮の繊維も柔らかいので、そのまま使うことができるんですね。そうなんですね。大きめのものはですね、皮の繊維がちょっと硬いかもしれませんので、はい、その時はね、剥いて使うと食べやすくなるんですけれども、早速今回3つのレシピですが、はい、カブときゅうりの塩昆布サラダ、塩昆布サラダ、そしてカブの肉詰めコンソメ煮、コンソメ煮、カブのバター醤油ソテー、バター醤油ソテー、この3つです。美味しそうですね。じゃあ早速1品目、カブのきゅうり、カブときゅうりの塩昆布サラダです。はい。これカブ1つ、はい、そしてキュウリが1/2本、はい、塩昆布適量、うん、塩コショウとごま油です。あ、これだけなんですね。そうなんです。調味料も少なめ、ささっとできますけれども、まずカブを皮ごと8等分のくし切りにします。はい。そしてキュウリを一口サイズの乱切りにしていきます。はい。でボウルにカブと切ったキュウリと、塩コショウ、はい、そして塩昆布、ごま油を入れて全部混ぜたら完成です。はい。いや、お手軽。そうなんですよ。でちなみにですけれども、はい、株のね、皮の部分っていうのが、はい、腸の働きを助けて、はい、胸焼けとか胃もたれ防ぐっていう効果がありますので、皮ごと使うのがね、おすすめなんですね。そんな効果が、知らなかったです。お得ですよね。はい。そして2品目、はい、株の肉詰めコンソメ煮です。株が2つ、はい、お鍋用の肉団子が2つから4つぐらい、お鍋用、はい、そしてコンソメと塩コショウです。はい。まずはカブの頭の部分を切り落として、中身をスプーンでね、丸くくり抜いていきます。あ、くり抜けるんですか？そうなんです。柔らかいからね、スプーンで。あ、そっか、なるほどね。そしてそのくり抜いた中にですね、はい、お鍋用の肉団子を詰めていくんですね。
あの鶏肉とかの肉団子を敷き詰めていく感じですか。そうなんです。はあ。でその後ですね、カブがぴったりと入るサイズのお鍋に入れ、はい、あのカブを並べて入れてもらって、お水をひたひたまで入れて、はい、コンソメと塩コショウを入れます。はい。そして蓋をしたら、弱火から中火で10分茹でて完成となります。でも10分でねこんなメニューができちゃったらいいですよね。お鍋用の肉団子を使うので、うん、はい、ね、あのひき肉混ぜてなんていう手間がいらないものなんですね。確かに。そしてね3品目に行きます。はい、カブのバター醤油ソテー。はい、カブが1つ、うん、そしてバターと醤油、これだけです。それだけ。まずはですね、はい、カブを茎をね少し残した状態で切ってもらって、はい、皮ごと16等分のくし切りにしていきます。16等分。そしてフライパンで中火でバターを溶かしてもらって、はい、カブをきれいにね平たく並べて、はい、両面に焼き色をつけていきます。うん、最後にお醤油をさっと回し入れて、はい、香りを出したら完成です。そうなんですか。焼くだけなんですね。なんかちょっと難しいイメージでしたけど。そうなんですよ。簡単ですね。お皿にね盛り付ける時にも、はい、平皿にぐるっと円になるように平らに盛り付けていくと、うん、見た目も華やかで、はい、ちょっとおしゃれな一品になってきます。確かに。これで ね株がだいぶ使えますよね。株だけでできるっていう。いや、株って結構ねこうお漬物として食べることが私は多かったんですよ。あ、なるほど。でなかなかこう料理の中に取り入れるってどうやって使うんだろう。で株のサラダとかはありますけれども、なかなか難しい食材なのかななんて考えてたんですけど、そのねコンソメのスープにしちゃうとか。そうですね。ねこういうのって意外と日常でね使えちゃうっていうか作れちゃいますもんね。簡単に作れちゃいますから。少ない食材で簡単にできるって大事ですよね。はい、大事ですよ。ここがポイントになります。いや株ちょっとねお料理がちょっとね苦手というか得意ではないので、株はなって思ってたので、ちょっとね今日青木さんからお話しいただいた内容をもとにね私もちょっと株を手に取る機会が出てくるんじゃないかななんて。いいね、新しいレパートリーが増えてきましたね。はい、いや今回もね素敵な美味しそうなメニュー、そしてちょっと体がポッとあったかくなりそうなねメニューをね、ご紹介いただきましてありがとうございます。いかがでしたでしょうか。ぜひ皆さん株を使った追加の一品おすすめでございます。以上冷蔵庫の残り物3段活用のコーナーでした。ランクザ調理器具。続いてのコーナーはランクザ調理器具ということで、このコーナーは各種通販サイトなどを参考にし独断と偏見で毎月のおすすめ調理器具について青木さんからご紹介いただくコーナーです。今回はですね、はい、もうすぐバレンタインということでですね、そうですね、お菓子作りされるっていう方も結構多いんじゃないかなと思いましたので、使いやすい泡立て器ランキングをご紹介します。おいいですね、泡立て器、ね、実はですね、泡立て器って、混ぜやすさを優先させた商品と、泡立てやすさを優先させた商品と、洗いやすさを優先させた商品があるんですよ。そうなんですか。なので目的によって選びたい商品って変わってくるんですよね。そっか。で今回はですね、チョコレートとかねカップケーキを作るなんていう方も多いと思いますので、混ぜやすさということをポイントにして3つ選びました、おー混ぜやすさ嬉しいな、ね、ここね気になるところで、まずは第3位から、ことぶき加工製器株式会社さんという会社で、ことぶきというのがおめでたいっていうことぶきっていう感じですね、で、ことぶき、加工という加はですね、加えるじゃなくてお菓子の加です。お菓子だか。あ、そっか。そうなんです。お菓子作りの会社さんですね。ここの会社様の泡立て器、こちらアマゾンで税込み764円の商品です。 お手頃。これはですね、プロもお店で使っている泡立て器でして、ワイヤーがねしっかりしてますので、混ぜる時の音がうるさくないことがポイントです。あー確かに、カチャカチャっていう音ですよね。カチャカチャっていうね、音ね、で頑丈で力を込めても安心できるので、バターがね少し硬かったとしてもお菓子作りをねストレスなく楽しむことができる商品です。あ、そうなんですね。ここのね会社さんのプロでも使うものということがいいですね。うるさくない、結構大事ですよ ね。そして第2位、
パール金属さんの泡立て器、はい、アマゾンで税込み562円の商品です。あ、これもまたお買い得ですよね。はい、全体がステンレスで作られていますので、はい、洗いやすいっていうのもポイントです。しっかりとした硬さのあるワイヤー使っていますので、はい、バターをね潰す時にも楽々とできてしまうというものなんですね。で、何よりもですね、はい、お値段が安いので。そうですよね、あのコストパフォーマンスという点でも、はい、とてもおすすめの商品です。いや、これね、洗いやすくて、ね、コストパフォーマンスいいなんて ね、 最高ですよね。そして次に第1位、はい、英語でですね OXO と書いて、はい、オクソーさんという会社のですね、バルーンウィスクという商品です。バルーンウィスク、こちらアマゾンで税込み1476円です。こちらの商品ですね、はい、持ち手の部分が握りやすくて、長時間使ってもですね、はい、手が痛くならない設計になってます。やっぱりね、あの何か混ぜるなんて言った時に、はい、だんだん手疲れちゃうってありますからね。確かにそうですね。この商品はですね、はい、ワイヤーの本数も多いので、あっという間に混ぜることができて、はい、で柔軟性もあるので、はい、洗いやすさって言った点でもバッチリな商品なので、あら、まあ、今ねお店でも結構売れてるそうなんですね。そうなんですね。こちらすごい、私もねこれ結構おすすめできるいい商品なので、はい、オクソーさんチェックしてみてもらえたらなと思います。いやね、あの青木さん今おっしゃってくださいましたけど、あのかき混ぜてる時の一回休憩を挟んでしまうんですよね、手が疲れちゃうから。そうですよね。それをねこうちょっとでも和らぐであればね、いいですよね。お菓子作りにもさらにこう精が入りますよ。確かに、よく作れるようになりますよね。そうですよね。すごい、なんかこう混ぜやすさ、泡立てやすさ、使いあの洗いやすさ、こういう観点からね泡立て器を探したことが私なかったので。なるほど。いやね、この大事なんですよ ね、 そうですね、何でもいいやじゃないんですもんね、目的に合わせて選ぶっていうのが大事ですね。なるほど、まあね、バレンタインデーなので、皆様ぜひねお菓子作りをね、お菓子作りを、ね、これを機会に始めてみるなんていうのもね、いいですね、いいかもしれませんね、いいきっかけになると思います。ぜひ皆様参考にしてみてはいかがでしょうか。以上、ランクザ調理キングのコーナーでした。千秋のぜひものソング。さて、このコーナーはぜひものソングということで、何のぜひものかと申しますと、ズバリ恋愛。この楽曲を聴けば婚活や恋愛が成就するのではと、私佐々木千秋がセレクトさせていただいた楽曲を紹介し、毎月2回放送ともかけさせていただくコーナーです。今回はですね、アイウィッシュさんの明日への扉、はい、この曲を選ばせていただきました。いいですね。はい、この楽曲なんですけれども、私も本当に個人的にとても好きな曲でして、お、いいですね、はい、あの高校生くらいの時に相乗りっていうありましたね、はい、あのね恋愛バラエティ番組みたいなのやってましたけれども、それをねよく見ていたというのもあるんですが、この楽曲今聴いても、私この曲を聴くと恋がしたくなるんですよ。おー、すごくちょっと胸がときめくっていう曲なんですね。ときめくんですよ。なのでね、今回ね選ばせていただいたんですが、あのアイウィッシュのそのナオさん、川島愛さんとナオさんっていう、まあ2人のメンバーでアイウィッシュというのは成り立ってるんですが、あのナオさんが、まあ、あのお友達というか、あ、なるほど、はい、お知り合いにさせ ならせていただきまして、まあ、あの人柄も含めて、まあね、すごく仲良くさせていただいてるんですけれども、あのこの番組の冒頭でかけさせていただいているエモーションという楽曲がありまして、はい、その楽曲がナオさんに作っていただいた楽曲だったり、すごいですね、するんですよ。もう本当に夢がいろいろ叶った楽曲なんですよ、実はね。なるほど。はい、ということでですね、まあ、アイウィッシュの明日への扉、きっとね聞いたことある方すごく多いんじゃないかなと。そうですね、はい、思いますので、ぜひねバレンタインデー間近ということなので、ぜひね私と共に胸をときめかせていただけたらいいかなと。聞きながら胸キュンする方、結構いっぱいいらっしゃるんじゃないかなと思います、はい、そうなんです、ぜひ胸キュンをねしていただければと思います。改めまして、今お聞きの番組愛され召し上がれ、担当は青木由美と佐々木千秋でお送りしております。続いてのコーナーはラジオで婚活のコーナー。
このコーナーは料理を通じて婚活カウンセリングを実践されていらっしゃる青木由美さんが将来そして現在婚活しようと考えている女性およびその親御さんなどに向けてそのポイントと思わずしてしまう間違いなどについて実際のカウンセリング経験をもとにアドバイスをしていただくコーナーです。それでは由美さん今回もよろしくお願いいたします。今回ですね、はい、ご紹介していくのは、はい、彼氏に二股をかけられていたことが判明した、はい、当時33歳の女性のストーリーです。わかりますその反応、ね、はい、彼女はですね、彼氏からのメールが間違って送られてきたということから、はい、二股をかけられていることが判明しました。あらでですね、はい、誠実ではない男性だから別れようかなっていう気持ちと、いやでも彼のこと好きだから別れたくないっていう気持ちで毎日、はい、揺らいでいまして、どうしようどうしようってしばらく悩んでいた時に、はい、私が主催する愛され飯のレッスンを知って入会したんですね。でもすごいです ね、 ねやっぱり悩みますからね、はい、そうですよ、まあね、悩みます ね、 ねで彼女の、ね、お話を聞いていたら、はい、毎日毎日彼との今後どうするかっていうのを考えていたようでですね、はい、いろんなお話が出てきたんですね、でその中に、はい、彼氏と数年付き合っているから、はい、別れてまたね最初から他の方と恋愛できるのかが不安っていう気持ち、次に今すぐにでも本当は彼と結婚したいっていう気持ち、はい、そしてここで別れたら負けたことになるんじゃないかっていう、ね、悔しさ、確かにちょっとわかるな、ね、このね気持ちがもうぐちゃっといろんなものがね頭の中で浮かんでたようなんですね。なので彼女とね話をしていく中でですね、はい、まあ、何年経っても後悔をしない決断をしてもらいたいなと思いましたので、はい、まずは自分と向き合うことと、彼中心ではなくって、はい、自分の生活を大切にしてもらうために、はい、自分が好きなことと、はい、自分のための食べたい料理を作ってもらうということにね取り組んでもらったんですね。自分のこと、そうです、そうなんですか。自分のことをね大事にするって、はい、必要なことなのでね、はい、で彼女はですね、はい、分かりましたと言って料理に取り組み始めると、彼のことを考える時間少しずつ減ってったんですよ。料理作りますので、で目の前のことにね集中していきますので、はい、だんだん気持ちが軽くなってきました、はい、そして自分が食べたいものを自分で工夫して作れるようになってきた頃にですね、自分を大切にするっていうのがどういうことなのかが分かったって言ってきたんですね、はい、やっとここまで来たと思ったんですけれども、はい、まあ、彼氏に対してもねただ執着しているだけで、本当に好きなわけじゃないのかもって気づいたそうなんですよ。あら、まあそうなんです ね、 ね、でそこから彼女は、はい、よし将来のことを真剣に考えようって考え始めて、はい、彼と別れてですね、お婚活を始めたんです。すごい勇気がいる決断できたんですよ。ちょっとかっこいいです ね、 ねでそしたら、はい、今度ね数ヶ月後には一緒にいても居心地がいいっていう男性に出会ってですね、お付き合いが始まったんですね。すごい、ね、人間ってねやっぱり変化するとか、はい、大きな決断をするって嫌だなって感じるんじゃないですかね。ちょっとねめんどくさいかななんてね、思っちゃったりしますもん ね、 ね、将来見えないと不安ですし、で彼女もやっぱり彼の二股のことに触れなければね、はい、そのまんまの生活続けていくことはできたと思うんですよ。そうですね、だから手放すっていう決断をするってとっても勇気がいることなんですよね。だからといってもですよ、そうですね、決断しなければ状況は変わらないんですよ。そうですよね、ずっと悩んだまんまっていうところなので、はい、料理ってですね自分自身とのコミュニケーションを取るための時間にもなるんですね。うわ素敵、自分のことを知る、自分を大切にする、はい、ということが料理を通して彼女は感じることができたんですよ。いやもう青木先生ですよ本当に。いえいえ、気がついたのは彼女自身のね行動したことによる結果ですから、はい、私はねサポートをさせてもらっただけなんですけど、はい、やっぱりね悩んだら自分を大切にするために料理に取り組むっていうこともね大事だなということなんです。そうです ね、 ね、どうしてもねこう自分を取り巻く環境が少しあれ違うなってなった時にその環境を整えること、うん、1対1の環境を整えることに頭がね行きがちだと思うんですよ、私も多分そうだと思うんですけど、それをねあえて違うものをにこうなんていうんですかね
目を向けるって、ね、本当に大変なことですよね、すごい覚悟がいることだなと思います。そうですね、彼女もやっぱり一番最初にこう話を聞いた時には、うん、やっぱりどうしてもね彼氏と別れたくないから、うん、彼を取り戻すための方法を知りたいっていう気持ちもあったと思うんですよ、はい、それがまさかですよ、はい、彼と別れる決断をするっていうところにそこが ねたどり着くとは本人思ってなかったと思うんですけど、うん、でもそれをねやっぱり料理をして自分を見つめて、はい、自分が本当に、うん、あの幸せな状態ってどういうことだろうっていう考えた結果、はい、動けるようになったんですね。でもね自分を大切にするってこれ難しいことなんですよね意外と。そうです ね、うん、ね自分を大切にしてねってよくね周りの方なんかにもおっしゃる方いらっしゃいますけども、なかなかやっぱりこう周りってなっちゃうところがあったりするので、うん、まあ、そういうところでね、あのちゃんと新しい道を自分自身で見つけ出したというのはこれまたすごいことですね、やっぱりね、うん、自分でね作った料理を食べてっていうことを続けていくと、はい、体もね健康にもなっていきますし、 そうですよね、そしてねあの心もね、うん、自分でできたっていう達成感も感じると思いますし、だからこそですね、はい、料理ってこうただ食べるためだけに作る行動なわけではなくって、はい、自分の心と体を健康的にするためのものなんですよね。そうか、料理との向き合い方がまたちょっとね印象変わりますよね、そうですね、自分の食べるためだけじゃなくってっていうところがね、またね自分と向き合うという素敵なコミュニケーション術ですよね、ですね、やっぱりね悩んだ時にね、うん、料理をするって結構考える時間をしっかり持てることにもつながったりしますし、いいと思うんですよ。そっかそっか、わあちょっとね深いなすごく深いところで考えてしまいましたけれども、まあね本当に、まあ、この女性の方、まあね、自分自身ちょうど30代というね素敵な、ね、大事な時期だと思うんですけれども、まあ、自分自身を見つけ出すことができたというところで、まあね、料理を通じて、ね、幸せな人生を、ね、送っていらっしゃるんじゃないかなと思いま す、ね、とても嬉しいですね。いいですよね。はい、いや嬉しいな、嬉しいなっていうか素敵な話をね本当にありがとうございます。皆さん今回のエピソード参考になりましたでしょうか。もっと詳しく知りたい、青木さんのところで実際に勉強してみたいなどとお考えの方はぜひ愛され飯協会で検索をしてみてください。以上ラジオで婚活のコーナーでした。皆さんもうエンディングの時間ということなんですが、今お聞きいただいております愛され召し上がれは毎月第2、第4火曜夕方6時からお送りしておりますので、ぜひこれからもお聞きいただければと思っております。由美さん、今回の放送振り返られていかがでしたか。やっぱりねバレンタインが近いっていうことがね、はい、ありますので、ラジオお聞きの皆様にも役立てていただければなと思っております。はい、そして私青木由美の SNS、 インスタ、あと Facebook なんかでもですね、はい、いろんなコーナーでピックアップさせていただいたお料理の画像なんかもアップしておりますので、ぜひチェックいただければ嬉しいです。はい、本当にねいろんなお話今回もねたくさんねお話聞かせていただけたので、ね、さらにね頑張っていきたいなと、バレンタインに向けてね勇気を出す時期ですから、ちょっと思っちゃったりしましたね。ありがとうございます。そして番組ではですね、お聞きの皆様のご感想ご意見ぜひお送りいただければと思いますので、宛先をお伝えいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com 愛され召し上がれまでお待ちしております。それでは愛され召し上がれ、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は青木由美と佐々木千秋でした。では皆様、愛され召し上がれ。